えー、皆さんこんこにちは浜野と申しますよろししくおお願いします、えー、と皆さんお疲れじゃないでですすかか大丈夫ですか素敵な話がとてもたくさんあったので、ね、そろそろ疲れてくるころかと思いますが、えー、と第3部は確か居場所づくりの部ということで3人お話しさせていただくトップバッターということでこの素敵な時間をいただいてです、ね、7分私からもお話をさせていただこうと思うんですが、えー、と立ち位置がここっていうふうに最初説明されて多分僕がこうやって動くとカメラから外れてカメラマンの人に迷惑がかかるので。 僕結構まず7分間じっとしてるっいうことができるかっていうチャレンジなんですよねでも1回もこうやってちょっとずれればもう最悪あのオンラインで見てる人はあそういうやつなんだなと思ってくれると思うので皆さんもそ,れそう分かっていただいてあの僕が動き出したらちょっとあの止まれというサインを送ってください OK ですかじゃあ一緒によろしくお願いしまま <laughs> ますすあありりががととううごござざいい早速ね止まれありがとうございます えっとあのー、この話をいただいた時に、えー、お話をする時に、えー、っと誰もが人とのつながりを感じられる社会というところでお話をさせてい,こういただこうと思っていたんですが、えー、実はですね、えー、っと2日前ぐらいに普段いろいろな方と関わらせていただいてるんですけれども、えー、関わっている1人のうちの女の子、えー、若者の女の子がですね、まあ、その子もいろいろ経験してきて嫌なこともたくさんあってフラッシュバックがあって夜飛び出してしまって。 でいつも通りこり9時か10時ぐらいに探しに行って見つかって2人で話しててですね「っ、えー、とまあ明,日明後日ぐらいにこういうことあるんだよね」みたいな話をしてたら「私あの話好きなんです」とで何回かその他は僕の話をあの聞いてくれてたりとかするんですけど「あの大人はだらしないんだ」という話あれを聞きたいと言ってくれたので、まあ、ちょっといろいろ言いたいことはあるんですけれどもあの居場所作りの文脈にも寄せながらですね、えー、とせっかく求めてくれる人もいたので「えー、と大人はだらしない」という話をしようと思います。 で早速ちょっと重めなテーマになっちゃうんですけれども、えー、皆さんあの中高生の自殺者数が過去最悪の数字になっているのが続いているの皆さんご存知ですかねあ,ありがとうございますご存知ですよね、えー、その原因の1位って何だかご存知ですかじ、えー、いじめですかね違います虐待貧困違います、えー、実は1位は何かというと不明なんですね6割が不明つまり中高生死ぬ時まで死ぬほど苦しくても 誰にも助けてと言わずに誰にも何が辛いかを相談せずに亡くなっていくということなんですね。これなんか結構切ないくないですかねなんででしょうね。これ、えっと、NPO 法人ホーの奥田さんという方がおっしゃってました理由は明白ですえ実は私たち大人がですね助けてと言わないからというふうに言ってて僕も本当にその通りだなと思うんです。で皆さんどうですかね助けてって言いますか あるいはなんかこう弱みとか自分の苦手なこととか自分のだらしなさって子どもとか若者とかあるいはチームメイトとか部下とかに言いますかねあんまりもしくは、まあ、ここにいる皆さんは多分割とこう言う方々かなと思いますけれども世間の大人とか親とか先生ってあんまり言わない人が多いですよね,ねでそういう大人の姿を見て子どもたちはあるいは若者はそれが正しい大人の姿だとそれが目指すべきだと。 思うんですね、あのー、理想の大人って皆さん何でしょうか理想の大人皆さんにとってはどんな大人が理想ですかね、えー、と多分社会世間一般社会の理想の大人って「助けて」と言わなかったり完璧だったり自分一人で何でもできてしまう人が理想とされてそのギャップに子どもとか若者は苦しんで自分はそうはなれないとでもそうならなきゃいけない。で最後の時まで助けててとと言わずにくくなっていくと いうこことが起こり得てるわけですねで皆さんは、えっと、今の社会って生きやすいと思いますかニュースとか見てて僕はかなり生きづらいと思いますでおそらくみんな生きづらいと感じてると思うんですよでなんですけどどうしていいかわからないというところが正直なところですよねえっと申し遅れました私は普段栃木県の大田原市というところで一般社団法人縁側という法人をやっています えー、徒歩2分圏内に6軒の空き家を活用して子どもの居場所とか、まあ、高齢者の孤立の予防と解消というのがメインテーマなんですけれども、えー、おじいちゃんおばあちゃんが日中集まる場所だったりとかその反対側には障害を抱えている人の施設だったりとか毎日一人でご飯食べているというおじいちゃんおばあちゃんの声を受けてみんなでご飯を食べる地域食堂を作ったりとかしながら子どもから高齢者までそして障害があってもなくてもみんなが日常的に関わってあの弱さをさらけ出せる場所づくりというものを 夢に抱えていますで今回居場所づくりというテーマをいただきましたけれどもあの居心地のいい居場所って多分あの弱さがちゃんとあるところなんですよねつまり高齢者とか子どもとかあるいはちょっと障害を抱えていたりとか弱さを持っている人分かりやすい人がいるとそこって居心地がよくなるんですよね理由は自分も弱くてもいいんだとちょっと思えるからだと思います。で これれかかからききやすすいいいいいい社社会会ににしててなきゃいけなななゃけとと思思ううんですね今かなり危険な社会の流れがあるというふうに思っていますそうした時に僕らが今ここにいる僕らがやらなきゃいけないことっていろいろあると思うんですけれども一つは「助けてと」とちゃんと言うことだと思うんですよねで。今日どちらかというと大人の世帯が多いかなと思ってこの話にしたんですけれども、えー、ちゃんと僕らが弱さを子どもたちに見せたりとか年下の子たちに見せて「助けて」って言って。 いやお父さん実はね失敗ばっかりなんだよとか今日会社で怒られたんだよとか後輩とかに「俺は全然ダメだったんだよ」って言ったりとかでそれが「駄目でも大丈夫なんだ」とか「失敗してもいいんだ」っていうメッセージになっていくと思うんですよねでこれだと思うんですよ今の社会にすごく欠けていてすごく重要なものでこれがあるとないできっと子どもたちの生きやすさってすごく変わっていくし先に生まれた僕たち大人がですね まあちょっと冷たい言い方をすれば僕たち今ここにいる僕たちが作った社会が中高生を一番殺してしまっているということなんだとしたら今この瞬間からちゃんと弱さ出してできないことを言って伝えていってい弱くても大丈夫だよって伝えていくことだと思います自信のない若者自分に自信のない若者の背景にはいつもちゃんとしなきゃいけないというメッセージがありますそれは多分僕ら大人が作ったメッセージです でも僕ら、えー、と僕の活動今年間延べ1,000人以上の若者と関わらせてもらってますけれども自信のない子たち多いですが全員漏れなく本当に素敵な子たちです多分皆さんもお会いしてて思いますよね今の若者めっちゃいいっすよねめっちゃ素敵ですよねでそういった子たちがちゃんと自分を好きになって自分,を自,信自分に自信持てるように今日この瞬間から、えー、と今日皆さん必ず誰かに自分の失敗談を話したりとか自分の弱さを見せてちょっとでも 生きやすい社会を一緒に作っていけて行って行けていただけたら嬉しいなというふうに思います。あのカメラマンの方焦らせてすみませんでした。以上です。ありがとうございました。